か、子供の面倒をちょっと見てもらうとか、そういうようなことも少なくなりました。宅配ボックスはあるし、子育てのサービスもありますよね。なんとか自分たちで解決しようという方向に流れていってしまいます。それはそれで快適ですよね。他の人の手を煩わしたくないし、煩わされたくないというような気持ちはとてもよくわかります。しかしその結果、近くに住んでいる人がどういう人かもわからないということも起きています。セーフティーネットという言葉があります。セーフティーは安全、ネットは網ですから、直訳すれば安全網です。一般に事故や災害の被害者や社会経済的弱者を救済する制度や措置のことです。螺旋階段などの隙間の下に人や物が落ちても大丈夫なように網が張ってあることを見たことある人は多いと思います。あの網のように人々がもし落ちてきても大丈夫なように網を張っておくのです。例えばもうどうしても働けない、そして何も財産がないといった時に、生活保護という制度があります。生活保護があれば飢えて死ななくても済みますから、生活保護はセーフティーネットなのです。このような行政によって提供されるセーフティーネットを、行政によってというふうに言っても、上からの恩恵というものでは決してなくて、私たちが出した税金を社会に再分配しようという制度なんですけれども、そういうようなセーフティーネットというような制度があります。このようなセーフティーネットはもちろん重要です。最近問題になっていることの一つに、助けてと言えないという問題があります。そしてもってします。ですから、いくら命令を下したとしても、下々に従ってもらえないという役になります。その理、正しからざれば、そりゃそうですね。そうなんですよ。ここには政治を行う者、為政者としての一つの姿勢が示されています。つまり孔子は政治を行う上でその手法も大事ですが、さらに大切なのは、まず政治を行う者が自分自身を正すこと、つまり人の上に立つ者が我が身を正せば、自然と人々人間も良くなるものなのだと言っているんです。ね、なんか最近なんかよくニュースでなんか用語コメントで見かけてしまうのが、まあ、政治家とかね、教師とかお医者さんとか。